皆さんどうもこんにちは、あやなんです。しばいどっちが挨拶だった今。今しばいよって言った。プーの方は、あ、プーが言ったんだね。プーシュポンスです。ポンスです。はい、今日はなんと3人でやる企画でございます。イエーイ。調子乗り度 120% です、今ポーズ。社長こ、あ、いいね。今日はね、私たちってこうやって YouTube やらせていただいてるじゃないですか、ありがたいことに。はい。そうするとね、いろんな人にね、うん、似てるねって言われること多くなりません？芸能人の〇〇に似てるとか、芸人さんの〇〇に似てるとか、同級生が綾菜に似てるとか、芝居に似てるっていうのが送られてくるとかね。AI が自分の顔を撮って判断して誰に似てるか教えてくれるアプリがあるんで、それを3人でやりたいと思います。なるほど。ポンスって出たらどうする、 YouTuber で。確かにポンスって出てこないと思うけど、さすがにちょっとやってみよっか。じゃあまず最初女優とかでやってみようかな。私、女優に似てる人いますかね。女優さんで似てる人いるかもしれないからやってみよう。パパ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 トップトップトップ。きた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 。井上和香さん。井上和香さん、グラビア系の、まあ、すごい、あの唇がふくよかな。あ、人気でいいじゃん。人気で、人気でですか。確かにこれはもう総括してるってことだもんね。そう。じゃあいきます。ゴーブロリー、ゴーブロリー、ゴーブロリー。福原愛。あ、めっちゃ言われたことある。卓球の福原愛さんです。え、てかあやなって出ないんだね。確かに。じゃあうーくん次やってみて。うーくんの人気、はい、やってみてください。人気誰だろう。TOKIO 城島茂。なんでリーダー、リーダー、リーダーじゃん。お笑い芸人の誰かに似てる。これもしかして陣内智則。意外。じゃあ YouTuber 普通にやってみる。え、でもこれ自分が出て終わりじゃん。まあね、多分そうだと思うよ。でしょ。さあ、でしょ、でしょ、でしょ。なんで、なんでギンタなの。レペゼン地球ギンタってなったんだけど、性別違うし。あ、男でやってた。しかも2位スカイピースの誰かな。どっちかやん。二択じゃ絶対似てないし。東海オンエア誰。ちょ、気になるから見ちゃうよ。もう虫眼鏡かよーってやりよっちゃダメなんだ。俺じゃないんかい。しかも絶対レペゼン地球のギターに似てない。違う違う、あーちゃん、あーちゃん、あーちゃん、男性でやってる。あぶねー、もうやめてくれよ。道理でだわ、ほんとびっくりした。今もさすがにあやなんでしょう。来い、あやなん、お願い。あやなー、イエーイ。97%、そっくりの。さすが。あ、ボンボン TV、えっちゃんかな、誰だろう。ゆなチャンネル、ゆなやん。嬉しい、やったー。あやな出ました、ありがとう。2位はボンボン TV と。うん、出てた。はい、うーくん YouTuber やってみて。うーくん女性でやる。うーくん女性でやるの。どうでしょうか、じゃあ俺がどの妖精女性 YouTuber に似ているか。はい、これ選ばれた人は不名誉だぞ。佐々木あさひさん。ねえ、もうやめてください。似てません。佐々木あさひさんすいません、本当に。でも 70% だから、そんな似てる人いなかったよってことだよ。そうだね。じゃあ男性でやってみて。まあこれは1位は俺と出るんで、2位は誰になるかって感じですね、うん、あ、おー、さすが、すごい。 95.8、 めちゃめちゃ似てますね。ヘキトラ誰かに似てるって。ヘキトラハウス、ヘキホーに似てます。性格もちょっと似てるしな。ヘキホーだ、やった。ヘキホー好きだからな。いや、お互い出たということで、こっから本番ですよ。こっから本番。なんですか。ポンスがどっちに似てると出るかですよ。まあ俺でしょ。まあでもこれ男性と女性別だから、あ、じゃあ子供、男にしたら俺が出て、女にしたらあーちゃんだよ、ね、そうそう。ってなればもううちらは2人でイエーイやったーってことじゃん。そうだね。ただ他の人が出た時よ、ちょっと複雑な気持ちになっちゃうよね。
キレよう。キレよう。その人に。うん。あと隠し子を疑おう。そうだね。お互いにね。うん。お互いにねって私から生まれてんだわ。私。早速やっていこう。ポンさん。やっていきましょう。まず男性から YouTuber でね。で。じゃん。ちょっと、いいね。お、誰に似てるかな。さあ、1位は俺だとして2位が誰になるか。結果見ます。カモン。カモン。正義さんです。セイキンさんです。セイキンさんとの隠し子、セイキンさんとの隠し子ということは 245% ありません。うーくん、なんでセイキンさんになってたの。セイキンさんに似てるっていうのは光栄なことかもしれないけど、ここが気まずくなるでしょ、うん、あ、待って、東海オンエアのあの人と似てるって出てるよ。2位東海オンエア誰だろう。それはさすがに芝居でしょ。ジョー、まさかのリョー。リョーの隠し子でもありません。ふうくん、どんどん顔が死んでってるよ。ふうくん、セミになっちゃってる。女性バージョンでやってアヤナン出たらやっぱりアヤナンの方に似てる。ママ、おいで。せーの、いいよいいよ。いい、いいよ、とゆねちや、いいよ、とちや、いいよ。来たよ。はい、来ました。結果見ます。せーの、バン。やったー、やだー。ありがとう。やっぱ、あやなんになんだね、ポンスは。やら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 。そもそも女性 YouTuber が少ないだけですよ。でもなんか美容系 YouTuber とかももうみんな白飛びして顔わかんないし。負け惜しみ言わないで。私に似てる、そう判明されただけよ。やっぱね、一人目の男の子なんで、お母さんに似てるねって言われるとちょっと嬉しいものがあるんですよ。まあまあまあ負けでしょう、今回は。いえー、私も似てるってこと。モンスターズインクのあのおばさんじゃん。はい、というわけで無事因縁の対決は終わりました。はい、でもなかなかの信憑性で面白かったわ、これは。確かに、あー言われたことあるっていう人が出たから、うん、すごいなって思った。うん、あーめっちゃ嬉しかった、マジなんか絆感じた。イエーイ。というわけで皆さんもこの誰に似てるとかね、まだ基本的になんか誰かに似てるとか別に言われても嬉しくないと思うんですけど、まあ、可愛い人に言われたら嬉しいけど、私似てるって言われるの結構嫌いなタイプなんだけど、まあ機械が言うならしゃあないかなみたいな。まあ誰に似てようと自分は一番大切にしていきましょう。はい、というわけで今日の動画はこれで終わりでーす。え、それ終わりなの。それ終わりですなの。ちゃんとやる。今日も動画見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。スマホの方はこちらから、 PC の方はこちらからよろしくお願いします。というわけで次回の動画でお会いしましょう。せーの、終わりです。すっごい画面外でやってる。